はい、皆さんこんにちは。今日からこちらのナフェルブルクスダンジョンマスターの方をプレイしていきたいと思います。ちょっと読み方の方は、これで正しいかどうかわかりませんので、以後ダンジョンマスターと言っていきたいと思います。こちらは2023年の11月15日にリリースされました日本語非対応のゲームとなっています。なので、いつものように Google レンズを使用してプレイしていきたいと思います。ゲームの内容はファンタジー世界で自分だけのタワーを建設、管理、防衛しよう。オンボロな隠れ家を悪名高きモンスターどもの巣窟に。これぞ劇的なビフォーアフターだということで、こちらはダンジョンを作っていくダンジョン経営 CM となっています。では早速ですね、こちらの方プレイしていきたいと思います。さあ始まりましたね。この人は主人公の人なのかな、ザンダルさんですね。まあ会話の方は適当にちょっと読んでいきたいと思います。こちらの方、そういえば言い忘れましたが、昔ですね、デモ版の方を一度プレイしていますね。まあちょっと内容の方は忘れてしまいましたので、また初めからやっていくのにはいいかもしれません。でこの人がリーバックスさんですね。なるほど。そんな感じですね。なんか、勉強していたときに、ここのことは習ってないですよ、という。で、ダンジョンの広報は大変なんだよ、と。ダンジョンの基金の関係者ではないんですか、と。あの基金たちと一緒にするなということですね。そして最も注べきするお宝だよ。簡単に本当に、訳していますね。なんて嬉しいことでしょう。周りを見て回ってもいいですかと。私たちは改装中です。ペンキがまだ濡れてるんですよと。ああ、それは残念だと言ってますね。私たちの評判を確立されていますが、私はこのダンジョンを次のレベルに引き上げる必要があると思っていますと。はいはい、広告でそれが非常に明確でしたと。そして魔法の研究にはもっと時間が必要ですよと。確かに、それで私の保証者についてはと。私は業界の、基準に属していますと。今でもなく有名な魔法使いの一員になるという満足感もありますよと。はい、もちろんチームの他のメンバーに会ってもいいですかと。そうですね。で、実際には今日ではありません。彼らはプロセスの改善のためのセミナーに参加しています。私が言いたいことはわかりますかと。さあ、プロセスと言っていますね。まあ、こちらプロセスですね。時計は刻々と過ぎていますと。応募はあなただけではありません。あなたの決断は何ですか？これは一生に一度のオファーですよと。興味がある。とにかく私に選択肢があるわけじゃない。誰もハーフゴブリンを雇わないし、この分野では差別が大きすぎる。分かった、参加するよと。完璧、完璧。あなたの選択は正しかったですよと。はい。仕事しろ、この最低野郎と。私は人々に立ち止まってもらうためにお金を払いませんよと。わかりましたよ、マスターと。さあ見てみましょう。ダンジョンのスタッフはどこですか？敷地内はどんな状況ですか？敷地内を見て回ってますと。この契約を結んでよかったのかなということで、はい、チュートリアルの方が始まりましたね。WASD でカメラの移動、Q と E で回転ですね。ズームイン、ズームアウトはマウスのホイールでいけますよと。これ、ファーストステップって出てますね。こちらの方はナフルブルクのダンジョンへようこそ。ダンジョンはあまりにも長い間劣悪な状態にありました。あなたの使命はそれを復元することであり、つまり儲かるのですよと。右上の方に矢印出てますね。これは評判
は1ですと、非常に悪いと。あなたの目標はそれらを改善し、ファングの国で最も恐れられる魅力的なダンジョンにすることですよということで、右上にあれか、タスクの方が出てくる感じですかね。スタッフツアーと、マスターザンダルを選択してくださいということで、さっき話してた人ですね。どこにいるんだろう。ここじゃなくて、こっちにもいない。あ、この人かな。ちょっと寄ってみましょうかね。ローリング、回転しよう。さあ、角度、あ、角度はマウスのホイール長押しでできますね。この人がザンダルさんと。で、左の方に移りましたね。ザンダルさんの、忍耐ゲージが0になるとゲームオーバーですよ。ということで、人間ジョブマスターはダンジョンマスターということで、ここのメーターがなくなるとゲームオーバーみたいですね。はい、ということで、これで終わった。そして、もう一つの人かな。さっき来たゴブリンのスチュワードの方を見つけてクリックするのが目的ですかね。よいしょ、一旦これは消す。あ、いますね。さあ、このゴブリンさんをクリックすると。さあ、そしたらこちらの方は新しいダンジョンの管理人と。言い換えれば、悪の手先ですよということを OK にしていきましょう。ミニオンズを、ミニオンをクリックしなさいと。ミニオンはどれだ？これか。ああ、女の人ですね。料理作ってる人がいる。さあ、この人がミニオンインフォということで、ミニオンには出身地、職業 D ランク、給料があります。グレード1のミニオン、インターンには費用がかかりませんと。ということで、まあ、コックさんの仕事でサラリー、給料は26ですよというのが書いてありますね。この8っていうのがミニオンの、なんだろう、経験ランクか。作業中に経験を積みランクが上がります。上位のミニオンはより高い給与を要求しますが、失敗はより少なくなりますよと。そして右下の方に出てるのが、州の数と賃金みたいですね。ファングの国では時間の単位は週10日と。毎週すべてのミニオンは給料を受け取りますと。ダンジョン料金はそれぞれ差し引かれます。州はオレンジ色で表示されていますよと。ということで、これは41払われるってことですかね。はい、そしてこちらミニオンのニーズって書いてありますので、これがまあ、幸福度みたいなもんなのかな。さあ、これで見ていきましょう。その次が HP と、なんだろう、幸福度か。ミニオンは体力がなくなると死亡しますし、士気が低下すると辞任していきますよと言っています。さあ、マスター、言ってしまえば邪悪なダンジョンが酒場を開いていてちょっとおかしくないですかと。ああ、そうですね、お金を稼ぐのに便利な方法です。しかし私はそれを管理するのがあまり得意ではないよと言っていますね。はい、ということで次の、ああ、なんか出ていったね。酒場でお金を稼いでるんですかね。話しかけてる、何か吹き出しマーク出てきたので見ていきましょう。さあ、リーバックさんが、こんな廃墟とした施設ではスタッフを維持することはできませんよマスターと。使用料のために高級ラウンジを買うお金はありませんと。でもそれは基準の問題です。例えばウィズマル寺院では使用人専用のトイレが18個ありますよと。何と、あの詐欺師たちを風にやるべきことはやっているな。行き過ぎないように、私たちはホテルを経営しているわけではありませんよと。そうですね、まずトイレがなければどこにも行きません。チャンバーポットや肥料の山はまさに全盛期のものですよと。ということで、コントラクション、建設タブをクリックして選択します。建てる部屋をと言っていますね。左下の方にあるコントラクションみたいですね。これでバスルーム、まあトイレかな。トイレのこれを作っていかないといけないみたいです。そしたらどうしたんだ？ドローザウォールということで、壁を作っていきますと、部屋の費用はその大きさに比例していますよということで、バスルームをとりあえず作っていかないといけないみたいですね。さあ、では現在こんな感じですので、バスルームの方を作っていきましょうか。部屋どうしようかな。
まあ、ここの酒場から出て、まあ、ここからかな。ああ柱みたいなのが入ってしまいますが、まあ、こんな感じでいいのかな。入り口はここにしていきましょう。で、バスルームのこのポットを置きなさいということですよね。40ゴールドなのかな、わかりませんが、まあ、かかるよと。2つばかし置いていきます。そして、ここで最終決定ですかね。395がかかりますよということで、OK を押していきましょう。そしてタイムの方がこちらで時間の調節ができますねと。時間は止めたり早めたりすることができます。バスルームの建設をスピードアップしてより早くできますよと言ってますので、早送りにすると。離れて、ああ、そうすると人が作ってくれてますね。さあ、これでなんか昔の和式トイレよりもちょっとひどそうなやつが出来上がりましたと。完璧です。これでなんとかかんとかって言ってましたね。昼間には支払わないぞと。まあ、ちょっと会話の方が早いので読んでられませんね。はい、まあとりあえず会話の方はいいでしょう。次々行きましょうかね。続いてですね、右上の方に行くと雇用人と福利厚生ということで寮を建てると。2台のベッドを設計してくださいということで、ドミトリーですね。これもどうしようかな。ここに当てはまるような感じで建てていきましょうか。入り口はもちろんここですね。これは一つでいいのかな、扉は。そして、このベッドを置いていくと。R で回転できますね。どっちが頭なんだ？あ、枕ありますね。2つ。ちょっとマスが広くなるんですね。まあいいか。ちょっと多めの3つ置いておきましょうか。2つでいいんですけど、まあ3つ作っていきましょう。ちょっとだけ早送りしていく。さっきの人たちは、あ、外から来たのかな？さあ、トントンして作ってくれてますね。壁からまず作る感じか。ちょっと速度を遅くして見ていこう。で、ベッドまで来たらどうするの？一人はベッドトントンか？壁トントンですね。壁からか。全部壁からですね。もともとあった壁はどうする？もともとあった壁は使わない。あ、もうベッドの、取り組みに行きましたね。足元に、なんだろう、これ、タンスかなんかかな？入れ物出てますね。はい、とりあえずこれでタスクの方ができました。また会話の方が進んでいきますね。居住空間ができましたよと、マスターと。悪くない。しかし非常に高価です。もう少しお金を見つけなければなりません。もし破産したいなら、インテリアデザイナーを雇ってはどうですかと。私はあなたを聞きます。しかし、壇上の状況を考えると、初心者も含めた冒険者のパーティーをどうやって倒せるのか分かりませんと。私たちが煙を嗅ぐ準備ができてない場合は、それはあなたにはの完全なせいですよと。でも私はここに来たばかりです。そうですね。私は邪悪な魔法使いではなく、邪悪な魔法使いに仕えています。慈善活動だ。言ってますね。で、どうするの？誰か来るのかな？少し見ていきましょう。特に何も話は進んでませんね。あ、話が進みますね。さあ、こちら、なんかインカムって言ってるから、あれか。収入を得るために、この、酒場を発展させなければなりませんよと。昔の酒場の店主がいなくなった。またしても思い知らずの卑怯者が来た。これに対処しなければなりません。もっとやるべきことがあります。私は魔法の研究と管理の発展に集中しないといけないんですよと。対処できます。では見てみましょう。顧客のテーブルが必要です。食べ物や飲み物を提供する場所の施設が必要ですよと。それまでの間、私は邪悪なダンジョンの管理にいくつもの定期購入物を購読するつもりです。これを最新の状態にしていく必要がありますよと。彼は自分が何しているのか分かっているのだろうかと。そしてお金を使いすぎないでください。私は貧しい人々から金を巻き上げたいのであって、酔っ払いのための家具にお金を費やしたくないと。
言ってますね。そしてセレクトザターバンって言ってるので、まあ、この居酒屋みたいなのを選びましょうということですね。その酒場にゴールドを使おうとする客が集まっている。ゴールドを使い果たしますと、酒場の各アイテムにはメンテナンス費用は毎週初めに自動的に差し引かれますと、賃金と同じようにと。オレンジ色の金額には給与と居酒屋の維持費が含まれていますよということで、まあ、41と1ウィークってことですね。そしてこちらがこの居酒屋の収入、客数によって決まりますよと。当面の間あなたは愚かな手下が、あなたの大切な顧客の食事の場所を占領しますよと。でこちらの方、左の方にある、なんか三角の定規ツールですね、設計ツールみたいなやつを、クリックすると編集ができますよと。はい、ということでこれでこの今できてる酒場の方が、編集できますということで、ちょっと机とか置けばいいのかな。あ、右上の方のタスクに出てますね。酒場を4人収容できるように改造すると。追加の顧客ということで、まあ、ここでいいか。もう1個ぐらい置いてもいいですかね。これ、人がいるけど、これ通れなくなるのかな。ここにもう1個置こうか。よいしょ。さあ、これちょっと勝手に2つ置きますが、とりあえずこれでやってみましょう。あ、人入って、めり込んじゃってるけど。机に。おお、なんかダッシュしてる。なんだろう。ああ、そしてこれビルダーの人がちゃんと来るんですね。この人がトントンしないとダメか。色がつかないとダメなんですね。オッケー。さあ、ということでこれが完成しましたと。もう一個もできましたね。そこはテーブルとサイドボード、これは誘うのに十分なはずですよと。私が雇ったのはランチのおばさんではなく邪悪なダンジョンの管理人ですと。そうですマスター、しかしある程度の収入が必要ですと。これらの客全員が私たちにゴールドを稼いでくれるのですよということですね。お、なんか進んだのか。さあ、新たにお客さんが来ましたね。こちらの人は報告のためのオルロフ。オルロフさんか。マスター、いや、この鈍そうなゴブリンは何ですかと。アフゴリブンと。まあ、ちょっとこちらの会話はもう今後ちょっと適当に、流していきましょうかね。まあ、一応流れは説明してるみたいですが、まあ、そこまで肝心ではなさそうなので、飛ばしていきたいと思います。ここもまあいいでしょう。よし、なんか3人で話してますね。よいしょ。さあ、これで OK。さあ、次は何をするんだろうな。あ、なんか走ってきたな。誰か走ってきた。あ、オルロフさんかな、この人は。さあ、そしたら、どうだろう。ここら辺からちょっと必要になってくるのかな。この襲撃の失敗にこのダンジョンの警備が厳重である理由が説明されます。誰でも簡単にワルツを踊ることができます。冒険者を排除したいなら、まず怠け者を始末するべきですよと。ということで、多分あれか、なんか敵が来るのでそれを守るようなことをしていく感じですかね。ということで、こちら最初のインターンと警備室を建てると、人間の兵士用のロッカーを3つセットステッチしますよと。まあ、警備室ガーディアンですね。警備室はダンジョンを守るために重要ですと。ダンジョンの近くに置いてください、入り口をということですね。ダンジョンの入り口はここなので、まあ、ここの近くに警備室を置きましょうか。ガードルーム、どうしよう、ここかな。大きさ的にはどんなもん必要なんかな。あ、でもある程度ないと、あれか、色の方が変わりませんので、どんな感じかな。こんな感じでいいでしょうか。こうだな。どうしようかな。まあ、ちょっと消えちゃった。右クリックしたら消えてしまいましたね。もう一回行きましょう。まあ、ここかな。
こんな感じで置いときましょう。入り口はもちろん入り口に近い場所に置くと。ね、で、続いて、あ、こっちにももう一個出口を作ればいいのか。入り口二つでもいいわけですもんね。ね、そして、ロッカーを三つ。こいつか。こいつを三つ置きますよと。1、2、3と置いて、許可すれば OK ですね。よしよしよし。これで OK。あ、建築の人、今回は3人来ましたね。お、今回は、どう、いきなりロッカーから作る？違うな、壁トントンからですね。もう、あれ？もう一人も、あ、もう一人は扉を作るに来たのか。さあ、そしてその人も加わって壁トントンですね。さあ、こんな感じで作ってくれています。さあ、壁、あ、扉ができた、できた、できた。はい、そして壁もトントン。さあ、あと一段ですね。で、他の人らは、ロッカーの制作に入るのか。ロッカーぶったたいてトントンですね。うん、三段ロッカー。剣とか置かれてるな。はい、これで、ガーディアンの部屋ができましたね。ちょっと、これはなんだ？あー、一応なんかヘルメットみたいな感じの、なんだろう、紋章ができてますね。さあ、これで OK かな。ガーディアンロッカーズということで、各ロッカーには自動的に1人またはさらに警備員、彼らは警報が鳴るまで仕事を続けますと。そうなると彼らは自動的に戦闘に入りますよということで、ああ、これ30人いけるのかな。ガーディアンロッカー気をつけて、各ロッカーはダンジョンの人口を増やしますよと。30人までのうちの4人がこれ、4人なのかな、3人か、もう入っちゃったよということですね。で、こちらの方には、ガーディアンの衛兵の数が常に表示されますよと。最初のインターンが到着したと。兵隊、アテンションプリーズと。部屋で最前列に並びましょう。そして私が見たいのは命令ですと。理想的には土の山を見つけて穴を掘らせて彼らを埋めるべきですと。ちょっとここらは自動的に進んでしまうので、まあ、適当に流していきましょうか。さあ、どうだろう。こちらの兵士、女の人もいるみたいですね。うん、なるほど。まあ、いろいろな情報が載っているということですね。さあ、そしたら、こちらの方にですね、侵略者から生き長えられると来てますね。これどうだ？入ってきたよ。侵入者来たよ。侵入者来たけど。え、行ってくれるんじゃないの？ガーディアン。あ、え、ガーディアン行かないの？これ。さあ、これは誰？あ、これコックの人ですよね。え、この人はお酒を飲みに来ただけなのかな？そういうことなのか？特に、あ、これを押さないといけないのかな？侵入者がダンジョンを探索中ってなってますので、まあ、これはこれで OK ですよね。やっぱこの人らだ。悪い人らはここら。他に設定とかはできるのかな？さあ、こちら、アラートが来ましたね。この部屋を、あ、なるほど。ここを通さないといけないのかな？そういうことか。警備室を通していくと、このガーディアンが行くのかもしれませんね。ちょっと間違えたな。やばい。そして死にそうになってるぞ。やばい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 。大丈夫か？一人やられそうになってる。いや、強いな、この人。ああ、死んじゃった。一人死んじゃったよ。もう一人で戦えるのかな？三つロッカー置いたけど、二人しか来てませんよね、しかも。やばいやばいやばい。どうだ？大丈夫か？一人相手倒した。もう一人いるけど、どっちが強い？体力的にはこっちの方が多いですね。もし、あと一撃かな？よいしょ。もう一回か。あ、いけ。よし、倒した。さあ、これで OK ですね。ちょっと作る場所間違えたかな？報告のため、侵入者は境界線から追い出されましたよ、ということで。まあ、ここは適当にまた読んでいきましょう。仲間がやられちゃったのはどうしたらいいんだろう、これ。死んじゃったけど大丈夫？で、こいつは誰だ？あ、これはあれか。コックさんですよね。コックさんが逃げていってるのか、それともサラリーをもらいに来たのかな。あ、なんか寝てるマークが来てる。これは何だろう。まあ、いや、とりあえず、ね、話の方は適当に進んでいきましょうか。
よいしょ。さあ、この人に次は来ていますね。なんだろう、ストを起こしてる感じなのかな。満たされない欲求ということで、ストライク中のミニオンを選択してくださいと。やっぱそんな感じですよね。ストライキかな。週の初めにダンジョンでストライキが発生する可能性があります。悲惨な結果を招く可能性がありますと。ストライキを、迷惑効果がありますと。ストライカー、ストライキしている人のエネルギーゲージが空になると彼らは攻撃をやめますと。これが起こるとミニオンの士気を大幅に低下してしまいますよと。で、左の方にあるのがストライキ参加者の組合には常に要求を表明していますと。ストライキを終わらせるために要求を満たしてくださいということで、現在出てるのはペットの鳥と一緒に働きたいと考えている。週10日で6日間希望、4日間は休みが欲しいと。歯医者の保険適用を希望する。年間5週間の休みが欲しい。昇給を望んでいますと。なんとか、なんだろうな、これ。なんとかコーヒーかな。コーヒーブレイクを望んでいるよと。職場でも飲めるようになりたいというのがこの人の希望みたいですね。そして、もう一個のなんかやつがですね、彼らの要求は今のところ達成できませんと。彼らを解雇してこの不正行為を取り除いてくださいと。ただし、ミニオンを発射するにはゴールドが必要です。まあ、あれか。首にするのはゴールドが必要ですと。金額はランクによって変わりますよということで、この人を解雇するという感じですかね。さあ、まあ、ここらも適当にちょっと読んでいきましょうか。よいしょ。さあ、こんな感じで、まあ、何か話してるんでしょうけど、まあ、とりあえず解雇してしまいました。女の人、レベル8だったから結構高めだったんですけどね。そしたら続いてですね。なんだろう。羊のためのオフィスと、このゴブリンさんのためのオフィスを建ててくださいと。人事部門で1個の、オフィステーブルを建ててくださいよと言っていますね。ということで、こちらの方を建てていきましょう。まあ、ここに、入れていきましょうかね。うん、壁は共有、ちょっと見えないな。待って。回転してと。で、入り口はここから、違うな、ここからやるとダメなのか。こちらの方から壁が入るような感じで行きましょう。入り口はここにしておきます。で、オフィステーブルかな、ヒューマンって書いてあるのか。こちらを一つ置けと。まあ、正面向かってすぐに当たるようにしましょうか。他にもデコレーションでなんか棚とか、火鉢とかなんかいろいろ置けるみたいですね。結構高い。500ぐらいかかりましたね。いや、ちょっと待ってよ。このガーディアンもう一回、あれだな、違う場所に置きたい。ここだよね。本当は置かないといけないの。さあ、今度は一人でトントンですね。一人しか来なかった。あ、そしてなんかこの人言いたげだけど、勝手にクリックしていいかな。なんだろう。あ、なんかするものが何もないよと言ってるのかな。さあ、こちらの方の部屋も今は何もありません。ちょっと早送りして、行きましょうかね。さあ、机トントンで完了ですね。はい、そしたら次はリクルートということですね。ちょっと待って。速度が速いぞ。はい。はい、こちらを雇ってくださいだと思うので、多分雇っていきましょう。コックさんですね。OK。ちょっと速度を落としたかった。さあ、そしたらですね、こちらの方は、多くのミニオンを選択して、ミニオンを表示します。多くは、多くではなくて、なんだ、種族の多くですね。ああ、なるほど。人間ではなくて、多く族の多くと。いうことで、これでミニオンのインフォが見れますよと。矢印を押すと、さらにもう1ページ見れると。多くの特徴は、肉食、不潔、単一の特性と。いうことですね。ミニオンの起源はその特別な特性と行動を決定します。例えば、オークは肉食なので、キッチンで肉の食事を作る必要がありますよ、ということが書かれています。ということで、キッチンでは何を、あ、なんか進んだ。さあ、またなんかあるのか？今度は、なんだろう、また青い人が来ましたね。
さあ、大忙しですね。コックさんを探してるんじゃないのかっていう感じですね。しかしもうコックさん雇ったぞ。多くの料理人と。それが私に買える最高のものですと、資格はありますかと。まあ、ちょっとこちらはまた適当に読んでいきましょう。さあ、そしてこちらの方は食堂とミニオンが酒場で食事をしているため、最大数が減りますと。食堂を使用するとミニオンが別の部屋で食事をすることができるため、最も裕福な顧客を怖がらせることはありませんと言っていますね。ああ、なるほど。お客さんと一緒な酒場を使っちゃうんだね。はい。ということで、こちらの方で、なんだろう、これ。立てなさいと。カンティーンかな。わかりませんが、こちらを立てて、食堂を立ててくださいと言っていますね。では、立てていきましょう。どれだ？これか。これを立てると。どこに立てたらいいんだ？別の部屋ですよね。ここ入り口か。どこだろうな。まあ、ここの柱みたいなところ、本当は嫌な感じですね。まあ、いいか。ここの出口にもう一段階作るか。これじゃちっちゃすぎる。ちっちゃすぎるな。ということで、こっちに伸ばしていこう。さあ、どれぐらいのか、結構広い部屋が必要ですね。少なくともこんなもんが必要だよと。これじゃあ一個ちっちゃいので、まあ、ここはにしていきましょう。入り口も、まあ、揃える感じでいきます。で、特にテーブルも必要なのかな？テーブルとりあえず一個ぐらい入れておきましょうか。で、完了と。まあ、なかなか上の方から出ることはないですよね。ガーディアンの人、この人ガーディアンの人ですよね。ガーディアンの人も飲みに来てると。で、こちらのガーディアンの方は一人しかいないんですけど、大丈夫なのかな？雇うこともできないですよね。追加で雇うこともできない。オークさん、外出ちゃってる。さあ、こちらの方を作ってもらおう。ちょっとなんかすげえ肉散らかってるような料理の場所ですね。OK。読む前にまずは速度を下げていくと。まあ、ここは適当に進めていきましょうか。いろいろな人が来てますね。人間の兵士が主に来てるようだ。さあ、何をやらないといけないか、もうタスク頼りですね。はい、そしたらハイヤーなので雇ってくださいよということですね。こちらの方は、ビーガン料理と泡立つエルフということで、国内のエルフを雇いますよということ。これ雇うのはどうすんだ？リクルートで雇えるのかな？ゴブリンズの方、これ掃除の人ですね。これで、あれか、決めることができるんですかね。エルフのベジタリアン、おしゃれ、のんき、単一性ということで、エルフに最も、特別なニーズがありますよということで、リクルートしていきましょう。そしたらこちらですね、セレクトバスルーム。バスルームを選択するとその情報が表示されますよと。なるほど。これで清潔度が出るのか。部屋のアイテムは汚れを生成し、ミニオンが動き回ると汚れも出ますよということで、清潔にしていかないとダメと。そして、部屋をきれいにしておくというスイッチを押しておくと、おそらく、あれか、こちらの部屋の掃除が入るんですね。他にも、トゥーシャワーって書いてある。シャワールームに2つのシャワーをつけるというのと、エルフのコックを雇う。あとは、ストーブ、キッチンにストーブ。そして、なんだ、パントリーを置きなさいということですね。ということで、どれはパントリーを置く。これを置いておきましょう。そして、キッチン、ストーブか。ストーブを置けば OK ですね。これ回転したらダメ。こっちか。部屋的にはギリギリな作りだな。こっちで OK ですね。はい、これはまず2つくっつけましょう。これで下2つは OK。次、シャワールームを作りなさいと。兵士と国産。なるほど。全員寝るのね、ここで。そういう感じなんだ。そして、シャワールーム。シャワールームはバスルームでいいのかな？シャワー。これ、
これは何だろう、シャワーは今選択できません。ミニオンが自身を洗うことができるシャワーとどのように機能するのか分かりません。ということですね。これどうすればいいんだろう。バスルームに一応シャワーがあるけど、シャワー現在選べません。別で選ばないといけないのかな。ちょっと部屋作ってみましょうか。バスルーム、まあそんなにでかくなくてもいいのかな今回は。よいしょ、こんなもんで入り口はここと。でシャワーを何個だ、2つですね。けるまあ3つつけてもいいや。これを作っておきましょう。これで OK。あとはエルフの、コックさんを雇う。さっき雇ったのではないのかな。よいしょ。さあこれで OK ですね。あとはこちらの方が完成するのを待つだけど。勝手にシャワールームはちっちゃくていいかと思ってちっちゃくしましたが、それでいいのかどうかは分かりません。まあ、もし何か問題があったら今後やっていきましょう。よし、OK。さあ、これで OK ですね。また会話の方は適当に進めていきましょうか。あ、そして 2.5 ということで、ダンジョンデコレーションというところ、ダンジョンの装飾が来ましたね。装飾を配備すると。インテリアタブをクリックして、装飾をしてくださいよと言っていますね。ということでこちらで装飾の方していきましょう。現在選べるのはストーブとかこういうやつか。どうしよう、レストランの入り口にこれを置くか、ストーブを置いておきましょうかね。4つ置かないといけないのか。バスルームのところにも何か置こうかな。他は、ろうそく、噴水。この角っこに噴水置くか。ここになんか、デッドスペースになってますからね。そして、この、噴水の隣に、椅子を置いてあげると。違うな、ここ、これだな。ここ。あと一個は、こちらの方に置いておきましょうか。よいしょ、これで OK ですね。さあ、あと二つなので、まあ、これ二つつければ OK。だと思うんですけど、ああシャワー浴びてる、兵士の人がシャワー浴びてますね。なんか変なマークになったけど、なんか、なんで泣いてるの、なんか分かりませんけど、シャワー浴びたら泣き出しましたね。よしよし、さあこれで4つですね。トントンと、あこれ OK かな。もう一個椅子トントン、椅子いらなかったな。さあ、そしてザンダルさんの顔出なくなったけど、私は自分の選んだ装飾について満足していますと。そしてですね、ダンジョン所有者協会に手紙を書いて、私の創造的な洞察を共有するつもりですと。はい、再びですね、お客さんが来ましたね。もうなんかすごいな、次々来ますね。こちらの人はドリスさんで、ダンジョンマスターを探してると言ってますね。まあ適当にここも呼んでいきましょう。多分チュートリアルに関係するような内容だと思います。よいしょ、何の話してるんだろうな。まあいいや。さあ OK ですね。ああなんかすげえ来たぞ。すごい長いのが来てしまいました。刑務所の、あ、じゃあ違いますね。サービスの一般利用規約というのが書いてあります。これは何のだろう？ダンジョンに書いてのなんかが出てるのかな？まあいいや、これは、チェック入れておけば良さそうですかね。チェックボックスに入れると、マスターにあなたの悲惨な存在に対する全権限を与える全ての条件を受け入れることになりますということで、こちらでいいですね。ちょっとこれは何だろう、赤いのと赤色と緑色あるけど何だろう。とりあえず赤色は避けてしまいましたが、まあこれで OK ですね。ダンジョン管理の人みたいですね。さあその次に来たのがミニオンの式ゲージには
次の3つの異なるニーズによって影響されますと。部屋の清潔さ、お腹いっぱい食べるエンターテインメントというのがあるみたいですね。で、こちらの方でのタスクの方は 3.1 ということで、強制的な休息、ハグ付きの休憩所を作ってくださいというのがあります。そうか、ちょっと徐々にどこに作ろうか悩むようになってきたな。どこだ、ブレイクルームかな、こちらですかね。どうしよう、半々ぐらいにするか。ここを使っていきましょうかね。ここに作っていきましょう。で、何を作っていいんだ、ブレイクルーム。ゲーム。違うな。これかな。ゲーミングテーブル。あとはデスクということで、本を読むところですね。これを作ってあげよう。2つばかし作って、広場にゲームをするテーブルを置いてあげましょうか。こんな感じで350という感じです。まあ、どういう効果があるんだろう。これもまたやりながら覚えていきましょうかね。とりあえず部屋を作って、ゲームテーブルも OK と。ああ、なるほど。こんな模様なんですね。さあ、オークさんもなんか変な状態になってるけど、これは何だろう、あれかな、なんかが来てるな。こちらの方、ああ、嘘だ。エルフの匂いがする、退屈だよって言ってますね。ああ、そして、オーク来たので、ちょっと怖がってるのかな。よいしょ。さあ、これで次行きましょうか。おっと、なんか叫んでるな。ダンジョンレディオって言ってますね。さあ、ちょっと校内放送が入ってましたが、次行きましょうと。まあ、ここも適当に飛ばす感じでいいでしょう。さあ、そしたらこちらの方ですね、次のタスクが出てますので、見ていきましょうか。禁酒を克服すると、居酒屋を改造すると、バレルを設置してゴブリンを引き寄せますと。ワンバレルエルフに引きつける顧客と出てますね。まあ、ちょっとどういうことか分かりませんけど、まあ、ここを改造していけということかな。はい、そしてこちらはトライプアドバイザー。この居酒屋の脅威は重要な食材であるトライプアドバイザーソーセージによって表示されてますと。集客の要因ですと。居酒屋の出席率はその名の通り、その名声と飲み物によって異なりますと。お客グループには独自の飲み物の好みがあり、それを尊重する必要があります。そうしないと彼らはすぐに立ち去ってしまいますよということで、こちらの方で会計のメニューを選択しましょうと言っていますね。どれだろう、会計のメニュー。ちょっと探しましょうか。あ、会計のメニューこちらですね。矢印重っきし出てましたね。ダンジョンマネージメントというところのここですね。これで収支がわかると。このメニューはダンジョンの収益と収支が、リストされますと。また、居酒屋の収支にも表示されたため、収益性を確認するのに便利ですよ。ということで、今こんな感じで、お金の具合が出てますよということかな。さあ、そしたら、ターバンを、まあ、この居酒屋を改造してくださいよということかな。まず改造しないといけないと。で、まあ、改造して、勝手にしていきましょうか。そして次に、ゴブリンのなんかを作らないといけないんですよね。これをどこにあるんだろう。ゴブリンのやつ。あ、これか。もうびっくりマーク出てるから、これなのかな？さあ、ちょっと見ていこう。でも、肉ビッフェって書いてあるな。ドワーフ、人間、ドロー、バーバリアン、オーク、ゴブリンを引き寄せますよと。ああ、まあいいか。これをとりあえず置いてみよう。置く場所がない。置く場所がないぞ。困ったな。あ、ここにギリ置けますね。こいつをちょっと置いてみましょう。他になんか、置くやつはないですよね。
うん、あとはデコレーションになってしまってますので、とりあえずこいつを置いてみましょうか。これはバッフェって書いてあるのかな？そうですよね。他は、どれだ？これかな？バレル？これのことかな？バレルスって書いてある。ヒューマン&ゴブリンズ。あ、これだ。お酒関係を置かないといけないのかな？さあ、これもちょっとわからないので置いておきましょうか。で、これで、例えば、だと思います。あとエルフのお客さん用にも置きなさいよと書いてありますね。ということはもう一個さっきのやつのこれか、ヒューマン&エルフズって書いてありますので、これエルフ用のやつも置いていきましょう。これで OK、まあ、2つ置けば問題はないでしょう。少し早送りで見ていきます。トントン OK、 よし、これで OK ですね。あとなんかもう2つぐらい出ましたが、わからなかったですね。さあ、なんか話がとりあえず進みましたね。まあ適当に話いきましょう。うん、とりあえずもうチュートリアルでいろいろなことを学ばないといけないですね。ちょっと長い。そして、次はローカルクラフトか。ワークショップを構築するテクノロジーワークベンチを設置しますと。ゴブリンの職人を雇いますよと言ってますね。これもうずっとあるのかな。はい。ということで、ワークショップを続いてやらないといけないと。まあ、これも大体どこに作ろうかというのは、一応考えてたので、まあ、ここでいいでしょう。休憩部屋の隣ですね。で、これがワークベンチを2つかな。2つ設置する。で、まずこれ部屋は OK。そして、ファイヤーするということで、これの、ゴブリンのアーティストか。どれなんだろうな。クッキング関係ですよね。どれだこれは。このトントンマークなのかな。さあ、ちょっと見てみよう。この人は、アーティスティアンって書いてあるな。職人。この人で良さそうですね。ゴブリンだから問題ないと。よし、これは OK。2人雇ったのかな、これで。まあ、とりあえず雇ったので OK ですね。はい、タスクの方は終わりましたね。Well, Master, we built a workshop following your orders.さあ、なんか職人が来ていろいろなんかいじってますね。さあ、もう一人来ました。もう一人来て、なんだろう、なんか機械いじってますね。よいしょ。さあ、とりあえず進めていきます。よいしょ。さあ、なんか、キッチンに問題があるのかな。さあ、続いては、評判はダンジョンの部屋にて関係します。キッチンを選んでみてくださいと。あ、上に評価が出てますね。そしたら続いてですね、料理人の一人を選択してください。名声と名声。各ミニオンは自分の職場に対しての独自の期待を持っています。ミニオンの期待に応えられるとダンジョンの評判が上がりますよと。ここですね。ここは特に何もなしになってるな。期待はなしになってますね。はい。では、続いては、あ、なんだろう、この人は、シャワー浴びに行くのか？いきなりシャワー浴びに行くんですね。あ、そしてこの人も、あれ、イベントに出てた人じゃないのか？この人までちゃんとシャワー浴びるんですね。さあ、このエルフのシェフの人は、エプロンのままシャワーを浴びています。さあ、そしたらですね、次のタスクの方を見ていきましょうか。3.4 ということで、最もな有名なダンジョンと。ダンジョンの評判レベルを3に達成すると。飾ればお部屋が高級感高まります。ミニオンは彼らの期待に応える部屋で働くと評判を生み出しますよということで、まあ、なんだろう、装飾とかしていけば問題ない感じなんですかね。ということで、デコレーションを適当にしていきましょうか。まあ、こういうなのをちょっとずつ立てていけと。いうことですよね。さあ、宝箱もちょっと置いてみよう。よいしょ。
さあこんな感じでいいのかな。とりあえずレベル3、あ、一つの部屋とかをレベル3にするのかな。さあどういう感じだろう。え、もう一回もう一回読みましょう。さあダンジョンの、レベルを上げなさいとしか書いてありませんので、まあ、ダンジョンのレベルを上げていけばいいんでしょうね。あ、トイレに行きたいって言ってるけど、トイレがいっぱいとかなのかな。トイレとかも増やして少し評判を上げていきましょうか。よいしょ。まあみんな並んでするのはちょっとどうかと思うけど、まあいいか。とりあえずこんだけ置いておこう。シャワールームにも、なんか桶みたいなやつ1個置いときましょうか。結構お金使いますね。で、寝る部屋の方も、もうちょっとベッド置いてあげよう。さあ、あ、これ横、あ、足元からは入れないのか。横からって感じなんですね。もうちょっと増やしてあげると。2段ベッドとかも今後改造できるみたいですね。で、この人は眠いって言ってるけど、多分寝る場所がないので、寝れないのかな？さあ、ほとんど何もしていませんけど、メーターの方がもうすぐですね、2の方に上がりそうですね。なんだろう、これ何をしていいのかはよくわかりませんが、まあ特に何もしなくても、装飾品適当に置いていくとメーターが余っていました。あ、なんか来たぞ。さあそしたら続いて何か出ましたね。名声と名、あ、評判が1段階上がったよと。何もないよりかはマシと。男女の評判はあなたの陣営が良ければ成長して満足ですよと。ということでこれが2になったと。まあ3にしないといけないので、まあ3にするまでは適当になんかやっていけばいいのかな。ということで、まあ、とりあえずまだチュートリアルの途中ですが、今日はこれぐらいにして、また次回ですね、この続きやっていきましょう。次回この3を目指したいと思います。それでは皆様、ありがとうございました。Thank you.